まだ戦いありませんね。お前の目を狙おう。ちょっといい。こちらは牛たちが大きな体を激しくぶつけ合う長岡市山古志の伝統行事、牛の角突き。おととい開幕し、初場所にはおよそ1500人が訪れました。山古志の角突きは牛を傷つけないよう引き分けで終わらせるため、牛を抑える勢子たちの技も魅力です。これはもう危ない危ない、これ危ない、これ危ない、これ危ない。国宝の怒りが収まらないですね。今牛の突きがぶつかる音がすごかった。まあ、首も太いですし、足腰もすごい太くてしっかりしてて力強かったなってびっくりしました。人間が止めるところ、引き分けが一番いいんで、それが一番魅力で。山古志は2004年の中越地震で大きな被害を受けました。地震発生から20年、恩返しの気持ちを胸に活動を続けます。ね、この地域を復興だったり、ね、角突きを、ね、復活守り続けてくれた人たちも、ねね、その人たちがでも、ね、頑張ってくれてやってくれたから今があるんだっていうのを、ね、しっかり胸に刻んで、それでまた、ね、そういうことがあった中でもこうやって過疎高齢化の土地でも、ね、文化っていうのをどうやって残せるのかっていうのをまた考えて一緒に行っていきたいと思います。